ぱいです。焼けてません。っていうか。皆さんこんにちは。これがロズモス。多分ね、これアメリカの商品なんで、じゃあアメリカの商品が果たしてどうなのか。これのいいところは、面白いところは1斤、それから 1.5 斤、2斤まで焼ける。今日はこれでパンを、ふわふわプレミアム食パンを作ってみたいと思います。お水 150g です。ロズモズで作ります。強力粉 250g です。インスタントドライイースト、3g。生クリーム 50g、 砂糖 35g、 塩 4g、 ピット塩、次バター 10g、 バター 10g。 以上でいきます。で、焼いてみます。半釜さんは今日はロズモズさんです。はい、ロズモズさんになります。どうしようか。スタートです。力強い。重さ設定してなかったので、もう一度やり直しです。重さでさて、ちゃんとできるのかどうか。早焼きです。時間は合わせてませんので、あと1時間55分にできますね。こっから覗けるんですよね。これ2斤まで焼けるっていうのがいいですよね。家族5人ぐらいまでできます。出来上がりましたけども、なんか色が薄いですね。できましたって、できないって、できないって、できない。この薄さ、この薄さもうなんでだって。もう全然発酵してないし、膨れてないし、アメリカのやつはダメかっていう感じだね。っていうかよくわかんないけども、どこで何が失敗したのかわかんないんですけども、もう最悪だな。これ早焼きパンでやったんですけども、これに書いてるレシピに書いてあるやつは、総グラム数で出てるんですね。総グラム数でやると早焼きで、これ230g の、 強力粉でやったんですけども、残念ながら今日は失敗に、発酵してないのかな。以前の塩と砂糖を間違えたっていうやつ、それに近いショックがありますね。1,950円かなんかのやつはやっぱりダメかと。また作ります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございます。このパン焼き器はロズモズ、ロズモズっていうパン焼き器でした。まあ、ちゃんと取扱説明書は一度も見てなかったっていうのが、それが原因かな。4代目の、あれは
飯焼き器は初回失敗ということで残念でした。ショック。ご視聴いただき皆さんありがとうございます。じゃあおやすみなさい。